理想1937年4月17日は、朝鮮の詩人、小説家。本名は、金海峡。本願は、高齢金氏。その難解で過度に、自己中心的な作風は、天才と自己欺瞞の両極端な評価を受け、独特の世界を描いている。27歳という若さで世を去ったことが、さらに、理想の評価を難しくしている。 1910年人歴8月20日、ソウル小六社食堂に生まれる。父は、金縁政、母は、牧聖書、弟と妹が一人ずついる。2歳の時から、おじ、金縁室に預けられ、教育を受けた。7歳になると、家から近い桜城堂の新名学校に通い、東明学校、形状高等工業学校と進学した。 絵の才能があり、広瀬星高校時代には画家を夢見ていた。学校で優等賞を受けたこともある。1929年3月、広瀬星高校を卒業後、朝鮮総督府の管理であったおじの世話を受けて、総督府内無局建築家の技師として就職した。11月には、官房会計会前係に転勤している。この頃、日本語の建築会計士、 朝鮮と建築の表紙の図案募集に応募し、一等と三等に入選した。また、この雑誌に日本語で何変化の詩を発表している。理想というペンネームは、日本人が彼を、理さん、理さんと呼んだことにちなんでいると言われるが、実は、形状高等工業学校の卒業アルバムに、理想という名前が載っており、建築技師勤務以前からすでに、 ペンネームとして使われていたのが明らかになった。このペンネームの由来は絵の才能があった理想に親友、熊藤がすももの箱に入れた絵の具をプレゼントしたことである。1933年、滑血し、そのため仕事を辞めて、公海道の白川温泉に行き往生する。ここで、キーさんの西木くれないと知り合う。帰郷すると、小路一街に砂防を。 ツバメを開業し、錦木暮れないを呼び寄せて、商売をさせた。理想は髪も髭も伸び放題の奔放な生活を送っていた。砂防経営はうまくいかず、その後も幾度か挑戦したが、どれも失敗に終わった。1934年7月24日から、挑戦中央に一方に、浮かんずという難解な詩が連載される。 そのあまりの難解さゆえに、人々の間に物議を醸した。そもそも、長官図の誤字のようなこの詩を見て、ふざけている、気違いのたわごとと、人々の理解を得ることができず、三十回の連載予定だったのが十五回で打ち切られてしまった。う官図の作者である理想は、自分の文学的地図に対する社会の反応に挫折を感じる。とはいえ、理想の詩は、 浮かんずの前から非常に難解で幾何学的であり、常識人の理解を一していた。理想は、砂防経営で失敗し、次第に落ちぶれていった。精神的にも衰弱し、それは、翼や、アウベッキなどでもうかがい知ることができる。1936年夏、理想は、理科女子専門学校出身の、ベンアズマリンと結婚するが、生活はすでに破綻し、 体は極度に衰弱していた。同年秋、理想は突然と東京へ赴く。東京を、小敷のようにさまよいながら暮らしているところを、思想不穏の剣技で、西神田警察署に拘禁される。一ヶ月後に健康悪化のため釈放されるが、もう理想には、生きる力は残っていなかった。事故の死を悟ったかのように、 終生期を残して1937年4月17日午前4時、東京帝国大学附属病院の一室で、レモンの匂いを嗅ぎながら27歳の生涯を閉じた。ありがとうございます。